知ったことか。真実を語って何が悪い。地の果てまで続く大列国により若たれしかの地、つなぐは星の御柱。それを渡った先にあるは、人が暮らすにはあまりに過酷な地、禁断の地、アーバシュラン。俺はそれでも親父に、親父に会いたい。ここが私の帰る場所。みんな私のことを仲間だって、家族だって言ってくれた。俺は知りたいんだ、親父が何をなそうとしたのか。自分から命を捨てようとするクズをなぜ助けねばならぬ。でもその子って三日月の大切な家族なんだよね。シャントゥーラ様の名において、我マヤカウアが裁きを下す。が、はっ、今ここであなたを止めるって。お前に終了を渡さん。見届けよ、すべては。たとえ内裏の底に沈めとも、歩みを止めずただ前に進むべし。だから俺は諦めない。お前を二度と泣かせたりするものか。遅いよ。じゃあどっちが強いの。そりゃ当然俺だ。そうだ、私はアシタで、この子は妹のナーバね。そんな顔をするな、猫ね。そーら。わあ、兄様、恥ずかしいのです。まさか。謝るな。話してほしいでおじゃる。死なせておじいでおじゃるよ。ねえ君、こんなとこでどうしたの。ここで立ち止まるつもりはない。参る。命運は自らの手で切り開くこととしましょう。やめて、一緒に行く、一緒に行くから。兄ちゃんが守ってやる。今度こそ絶対に守ってやるからな。仕方ねえな、時間外労働手当はおまけしといてやるか。お願いだ、俺に力を。あの向こうに親父が。そうだよ、オシトル、あの向こうで父様が待ってるんだ。モノクロームメビウス、時の大火。ありがとう、私の話を信じてくれて。